本日はね、すき家。すき家で、うん、風がある。これ外なんでね。外なんで、まあ喋っててもおかしくねえだろうと。後ろも、こっちも誰もいない感じ。でも店内の方は若干いますけどね。平日なんで、カレー並みチーズソーセージのカレーですね。今ちょっとこっち来ちゃったんで、そういや何にももらってないってことはすぐできる感じだな、これな。じゃあ店内にちょっと取りに行きます。じゃん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 、すき家ビッグのあれなんだっけ、何の粗挽きソーセージ、ちょっと商品名忘れちゃったけど、まあそうです、820円。ビッグなのビッグなチーズのチーズと粗挽きソーセージね、入ってるやつ820円です。具がね、具沢山ですね。チーズもすごいです。多分チーズこっち入れた方が美味しいんじゃねえかなと思います。で、粗挽きソーセージもちょっとカットしてこっち入れて食べた方がいいかな。こんな感じ。らっきょかな、これなんだろう、福神漬け。あ、これこっち福神漬けじゃん。これは大好物なんですけど、まあこれも福神漬けかな。ちょっと味見してみます。うん、おしんこっぽいね、なんかね。ではね、チーズ、これチーズさ、カレーに入れて溶かした方がうまいんじゃねえかなと思うんだよね。あ、こんな感じで。では、いざ、実食。よし。切れた。うん。すき家のカレーはうまいね。まあ、これチーズがたっぷり入ってるので、濃厚になっちゃってる。サラサラじゃなくて濃厚カレー、うめえなこれ。まあ820円はちょっと高いけど、ちょっとね、なんかキャンペーンのやつでやってるような感じだったので、23年5月5月ですね。今日15日あたりだね。うまい。やっぱね、カレーにチーズはね、合うんだよね。コクが出んの。うまっ。ほぼね、ほぼ人はいないんで、こんな喋ってても全く変な顔はされません。うん、牛丼もね、食べたかったんだけど、まあ、これが麺に入ったんでこれ頼んでみました。やっぱね、粗挽きソーセージがさ、うまいのよこれ。ポークだと思うんだけど、ほら粗挽きソーセージ、ま、めっちゃうまいのよ。カレーに浸して、カレーで泳がして豚さんを食べます。ペロッと。うん、これ究極のカレーだね。今日さ、天気がなんか降ったり止んだりでね、今日たまたま仕事入んなかったんで、ちょっとジョイフルに道具の調査に行きました。でもね、売ってなかったんだよね。ネットでさ、注文すると880円のさ、送料かかんのよ。
880円の送料かかってさ、1000円のものを買うのは、あ、北西なと思って。カインズのね、園芸コーナーがね、なんかね、今工事中になっちゃって、入れなくなっちゃったから、前ね、カインズで買い物したやつなんだけど、ジョイフル本店に来りゃあるかなと思ったんだけど、ジョイフル本店、売ってなくてさ、まあ、今からコメリに行ってみようかなと思うんだけど、あと他にカインズあるけど遠いんだよね。ちょっと八王子の方行かなきゃいけなくなっちゃうんで、さすがにね。まあ、なのでね、ジョイフル本田って広いから、運動兼ねて買い物して、結局カロリーを消費したんだけど、食べちゃったからプラマイゼロ。まあそれも一つのね、楽しみなんだけどね。だからもう最悪はさ、ネット注文でさ、5個ぐらい買えば、まあ、いいかなって感じだよね。そうすれば880円割る5になるわけだからね、そんなに負担は大きくならないということで、仕事の道具っていうかね、殺虫剤なんだけどね。やっぱさ、何も入ってない何カレーライスよりこうやって具がいっぱい入ってた方がさ、美味しいよね、やっぱね。金額をさ、気にしなければ、まあうまいのはいくらでも食えるわけだ。ただね、あの1000円はね、いかないようにしようとは思ったんで、で820円のに今回したんですね。やっぱりランチで1000円超えちゃうと高いからね。今度はさ、ランチで500円食べれるもので美味しいシリーズっていうのもやったら面白いかなと思うんだよね。ごちそうさまでした。ね、ここに書いてあるソーセージが大好きなあなたに送るビッグな肉の食べ放題ソーセージカレー、これを注文したんです。これを注文したら、なんと領収書にはカレー並みにチーズとソーセージのトッピングって書いてあるんですね。で、820円ということでした。まあこの今やられてるやつの新発売のやつを食べたので、こちらの結果いきたいと思います。ではビッグな肉のソーセージチーズカレーはドブ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 ドちょっとピリ辛なんだけど、水を飲んでね。あー、うめっ。というわけでね、あの、すき家最高です。96点、ありがとうございました。まあ、キャッチボール。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ。チャンネル登録をお願いいたします。